2号艇で浦部勝馬です。こちらも今日前半戦で1回のシーズンか。そして有効艇がいますが、辻平蔵、初日のドリーム戦の勝者、今日の1回橋の活躍だったらしいです。その前には3号艇の松本和樹、今日前半戦インディエ、あと5号艇、6号艇、5位で、5号艇の香川壮太、今日前半戦インディエ、6号艇の村上とは初日2着2本と手堅い走り。さあこれで1、2、4、3、5、こちらまでが15となって、ダッシュが2点、5、6、スモークが4点、ダッシュが2点、4対2点になってまいりまして、11キロ進化が合わせています。さあ、14です。終盤戦第11レース、ダッシュ2点からコースに上がってまいりまして、1番、2番、4番、3番、5番、6番、今スタートしていきました。コースパートは出して、今から5号艇の高橋総監に受けて1番へ、まずは楽天5号艇を振ったら応接、1号艇、ムーカコロー2号艇、6号艇、あと4番、3番、マックス、チェンジングからストロークして、奪った。1号艇の高橋龍也が先頭に出てまいりました。2番手にはバックに行った5号艇の高橋総監、そしてその時1号艇の村上健人、そして1号艇、2号艇、3号艇、なおスタートは成功でした。ライトアップマークトップで回って1号艇の高橋、2番手の数字から6号艇回って、ここのさらにける5号艇ですが、さあ2番手の数字5号艇、6号艇、ここはすでに5号艇の香川でレースは2周目になります。しかし5号艇の香川と太ももから2号艇の引き、そして6号艇の村岡、大手の4号艇の6号艇は6番手で手前でした。2周目ですが、6号艇の土地映像は、ここから先日展開5号艇、そして6番手で1号艇が3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 号艇が現在2番手は6号艇の村岡、しかし1から1号艇の映像で4番6番が設置状態、5号艇の香川が起きました。最終瞬間ジャックパーク、6号艇の辻映像があって、さあ、しかし1号艇のオリンピックは村岡が設置状態、そして1号艇バーガーの設置状態、一方する2号艇、青コース1号艇ですが、接戦コース伸びて、6号艇のクラブキット上がってまいりまして、上位が164、あとは5号艇、先行艇、2号艇の力、最終段階、1号艇の高橋が1戦から気を入って8勝利、2番手は6号艇の村岡回って、さあ、しかし1号艇の辻映像ですが、オレンジモーター、6号艇、村岡は競り勝っての上位が164で、まもなくゴールです。先行1番、ゴール、4番、ゴール、5番、ゴール、3番、ゴール、2番、ゴール、3番、ゴール、第11レースが2着1番、2着6番、3着4番、2着2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 番、